モチベーション、やっぱ親の期待に応えなきゃみたいなのが一番だったかな。受験する学校に行ったのが試験の日が初めてだった気がするんですよね。あえてデメリットを探そうと思って、図書館が小さめだとか施設が汚いとか、やっぱ入ってこうだったみたいなのを減らしていった方がいいのかなと思って、でもそれは分かった上で入ってるっていう。皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今回ですね、お米さんにお話をお聞きしていきたいと思います。5年生の女の子がいらっしゃるご家庭で、塾はですね、四ツ谷系の小規模塾に通ってるご家庭のお話になります。まあ、今回がね、3回目のインタビューになるんですが、直近のね、3ヶ月どのように過ごされていたのかというところを中心にお話をお聞きしていきたいと思います。ではね、早速本編行ってみましょう。どうぞ。じゃあお米さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、あれから3ヶ月が経ちまして、今回がね、3回目のインタビューになるんですけども、はい、まあ、前回は、まあ、お子様反抗期が来ましてっていうね、とこありましたけど、はい、最近はどうですか、はい、そのあたりとかは。おそらくピークは超えてると思うんですけど、多分でも私があんまり言うのをやめたから、私がそう感じてて、やっぱちょっと言うと、バンってやっぱ跳ね返ってくる。こともあるんですけど、まあ、以前よりは全然ないかなって思ってます、うんうん、じゃあある程度前回よりは改善されて。あ、そう、前回よりかは全然落ち着きましたね。まあ、子供の成長過程と思えば、まあ、こういうこともやっぱりあるんだなとかっていう感じですよね、うん、親としては。多分自分もすごい反抗期してたのを鮮明に結構覚えてるので、なんかしょうがないなっていうふうに思います。自分も親になったんだなって感じますよね、なんか。そうですね。まあ、あれから、まあ、前回からの、3ヶ月で言うと、まあ、今もね、10月なんですけども、10月ももうね、中旬を過ぎるかなっていう頃なんですが、はい、うん、まあ、一応ね、夏休みがあって、まあ、夏の学習、それから9月入ってね、学校も始まって秋っていうところで、またこの3ヶ月もあればですね、なんかいろいろあったかなと思うんですが、まあ、ちょっと前のお話になっちゃうんですけど、はい、夏はどうでした？夏は夏期講習頑張ったんですけど、なんか多分自習室で大きな風邪をもらってきちゃって、熱が 40.7 度まで上がりました。でもインフルエンザでもコロナでもなくて、なんか扁桃腺が腫れ上がっちゃって、そしたらやっぱそこの前の日かなんかにいたお友達、自習室にいたお友達たちもみんな休んでて、なんか体調を崩して、あとその後なんかフラフラするっていう現象が本人から言い出して、なんか塾の帰りもバスで帰れないから迎えに来てほしいっていうぐらいなんかフラフラしちゃって、それもちゃんと病院に行って調べたんですけど、まあ自然治癒みたいな感じで1週間ぐらいでふらつきは終わって、だから結構健康面でやっぱなんか健康を害すると何もできないなっていうのも改めて知った夏っていうか、本当は暑すぎて、私もなんかもう外出たくないっていう気持ちになってたので、で、娘がそんなフラフラするとか、熱 40.7 度って本当、私も経験したことない数値が出たので、うん、健康第一だなっていうのを知った夏でもありましたね。40度以上ってなるとね、ちょっと心配だったかなと思うんですが、まあでも1週間でとりあえずは、そういったとこは回復。そうですね、今は元気に。うん、言ってるんですけど、またなんかやっぱ巷ではインフルエンザがすごい流行ってるから、うん、気をつけなさいって言い過ぎるのもあれだけど、まあなっちゃったらなっちゃったで療養して、うん、また元気に、ね、学習できればいいなっていうふうには思ってますけど、うん、まあそれ、まあ塾の中でね、そういった他にも生徒さん同じようなっていう話ありましたけど、学習の進捗としてはどうでした？はい、前インタビュー受けた次の日かなんかにクラス分けあるけど、なんか6時まで遊び放棄だってお伝えしたと思うんですけど、でも見事にやっぱクラス落ちしたんですよ。で、その下のクラスで夏期講習が始まって、で本人的になんか下のクラスにいることのなんか生徒の感じとか先生もやっぱ変わってなんか感じることがあって、なんか上のクラスにならなきゃっていう気持ちはありながら学習は取り込
組んで、長かったんですよ、今回。夏休み中の9月で、先週次の組み分けが、塾内のがあって、でギリギリで上行けたんですよ。一人一人のランキング表を塾内に貼ってあるのを、今まで多分見てもなかったけど、ちゃんと自分で見て、写メして帰ってきて自分の立ち位置みたいなのを理解して、親にも見せてくれたから、なんかそう、今までそんなのも関係なしにやってたけど、下のクラスに行くことによって、そういうのをなんか感じてたのはいい機会だったかなって思います、ね。確かに。確かにね。下のクラスに落ちるっていうことで、もう一回戻りたいなっていうふうに、こう自然と自分がそう思ってるんだななんていうふうに、お子さんが感じれたっていうことであれば、よく言うように本当いい経験なのかもしれないですね。そうですね。そのランキング表で、なんかうちの塾、リシャの上下、国さんの上下で、それぞれで違うんですよ、で、両方とも上に、下だったのが両方とも上に行けたんですけど、本当でも下から数えての方が、国産だったら多分一番本当16人いて16位みたいな感じでギリギリだったから、またすぐ次、他本人的には下にすぐ落ちる可能性があるとか、そういうのはもう理解したかなって思ってますね。まあお子さんはそのランキング表みたいなのを見て、まあギリギリとはいえ、一応上のクラスにもう一回戻れたんだっていうことで、その大米さんにこう報告するしてくる時とかっていうのはやっぱ嬉しそうな感じだったんですか？あ、そうですね。下のクラス下がった時は全然もう落ちたっていうだけで、それランキング表とかも見せてくれなかったし、自分がその下のクラスでどの位置にいるかっていうのも全然話さなかったし、言わなかったので、でも違いますね、態度が。じゃあもうこの9月とかもう学習はお子様なりにこう、なんとか上のクラス上がれるようになんていう準備のイメージで学習をされてたっていうことですかね。そうですね、土曜日もなんか自習室に行きたいって言い出して行くようになったので、土曜日塾ない、うちの塾今ないんですけど、行ったり、文化祭の帰りにそのまま寄って、たりして勉強して夕方帰ってくるとか、何も言ってないのにやりだしたから、やっぱ意識がちょっとずつ変わっているっていうのは感じてます。すごいですよね。やっぱ自分の中でその時思った感情に素直にこう行動に移せるっていうのは、そうですね。なんかあとお友達ができたので、その自習室って今まで行かなかったんですけど、やっぱ夏期講習毎日会うようになって、やっぱ自然と喋るようになって、お友達と一緒に自習室に行くっていうようになって、だからこそ風ももらってきたし、だからこそ行こうって自習室に行こうって思うようにもなったし、そう。でもその土曜日はお友達に誘われたのって言ったら、いや違う、自分で行こうと思ったからみたいに言ってたので、なんか成長したなって思いました。そうですよね。こう親として子どもの成長とか子どもの変化っていうんですかね、感じれることって学習とか勉強っていう面でも結構あるよなっていうのを、いろんな方のお話を聞くと思ったりするんですけど、やっぱりお米さんのお子様もそういうような姿を見せてるっていうのは、子どもたちにとってやっぱりいいことですね。こうやってなんかこう取り組むことがあるっていうのは。それは本当に思います。それがね、もちろん勉強以外のこともね、もちろんそういうところに注力するご家庭もあると思いますし、まあ塾に行ってね、夏期講習だったりっていうところで頑張る。目標がやっぱりできると、お子様の成長っていうのは、やっぱりありますね。はい。その勉強以外でっていう点で言うと、今なんかピアノをめちゃくちゃ頑張り始めていて、今までいやいやずっとピアノを1年生から習ってて、本当は夏休みでやめるって言ってたんですよ。したらなんか学校内の行事で、ピアノのなんかオーディションみたいなのがあって、なんか挑戦、かっこいい娘がなんか好きそうな曲で弾いてみたいって言って挑戦するって言って、夏休みに先生のレッスンをやってもらったんですけど、先生もちょっとこの曲難しすぎて、うちの娘のレベルには
なんかちょっと難しいし、オーディション受けること自体みたいに難しいんじゃないかって言われてたんですけど、まあそこ日練習して、でいざオーディション受けて伴奏者になれて、そしたらもうめちゃくちゃ決まった途端からめちゃくちゃ弾くようになって、今も朝の7時帰ってから夜みたいな、もう勉強以上にピアノに取り組んでて、もうレッスン、先生のレッスンつけなくて もう全部勝手に弾けるようになったんですよ。でそれ見てやっぱやる気っていうか、やりたい気持ちがやっぱ一番なんだなっていうのは思います、ね。はい、ピアノめっちゃめっちゃやってるって言えるんですけど、学習はって、2個同時に頑張るってなかなか厳しいから、それに学校も週4回6時間とかあってパンパンだから、また体調とか崩すのも嫌だし、本人に今本当、まあ、いい意味で放置、悪い意味ではお任せっていう感じで過ごしてます。まあでも勉強ばっかりの時間スケジュールになるよりは、まあもしね、そのコンクールというかそれが終わったらまた少しね、ピアノはトーンダウンしていくかもしれないですけど、でもこうピアノな、今ピアノなんだっていうことで、まあいわゆるその自主練みたいなのってやれない子もいるかなとは思うんですよ。まあ口では言うけど、思ってはいるけど勝ちたいんだとか、まあスポーツで言うとね、あれこうやりたいんだっていうけど自主練そんなしないっていう子も意外といたりするので、それ自分から動けるって、それやっぱお子様の強みというか、まあ性格というか、はどんな分野にも生かしていけるのかなと思うんで。学校が大好きで、なんか夏休み中も早く学校行きたいって言ってたし、言って本当学校がなんか生きがいじゃないけど、うちの娘にとっては学校が大好きで、その学校行事みたいなのもがもっと大好きだから、みんなとやる合奏が大好きみたいな感じで頑張れてるっていうところですかね。まあそれはでも本当にお子様がね、自らやってることと思えば、親としても、まあ頑張ってっていう感じですね。そうです、はい、それが12月の初旬で終わるので、そしたらピアノも一段落、やめるのか、最初やめるって言ってたけど、今回ピアノも多分めっちゃ楽しくなったと思うんですよ、本人の中で。今まではなんか義務みたいな感じでピアノを取り組んでたけど、なんか今はなんか弾くのが楽しいなってるから、勉強の間の息抜きの一つになってたら細々と続けるって。それは最後に娘に選択、12月に選択させようと思うんですけど、言うかなって、どっちでもまあ別にいいかなって思ってます。やめてもやめなくても、もしかしたら中学校入ってからもね、なんかピアノを弾くっていうことがあるかもしれないなんて考えると、細々とでもねピアノに触れておく時間があれば、あとこう指を動かせば脳みそもね、活性化しますし、だからやっぱ頑張れるお子さんのお話っていうのはいいですね。あ、そうですか。なんかすごく、こんなに初めて見たかな、でもこんなにピアノをやってる姿を、本当に今までいやいややれって言わないとピアノ練習やめがって、発表会も夏休みにあったのに、なんか当日にアンプしてないからみたいな、まあ反抗期のピークだったのもあって、暗記してないけど今日発表会だからみたいな宣言をされて、あ、そうですかみたいな感じで、やっぱ発表会だけど詰まったり、なんか止まったりして、まあね、あって思ったんですけど、今回はもうアンプしてるし、まだ本番まで時間あるのに、本当なんか気持ち一つってこんなに違うんだなって思いましたね。まあこれがね、もしあの勉強っていうスタンスの方に来た時に、同じように多分お子様の場合は目標であったり、例えば成績取りたいとか、クラスがどうだとかっていうイメージが湧いたとしたら、すごいこう、爆発力を発揮するのかなっていうふうに考えると、なんかうまくね、なってくれるといいなっていう期待したいところもやっぱ出てきますね、親としては。そうですね。思いますね、はい。まあでも、時が来ればきっとそうなるのかななんて思うと、今はもうじゃあ、全力でピアノっていうところでもいいのかもしれないですね。5年生、なんかどこも秋忙しそう、なんか小学
5年生は学校だけでも忙しそうだなって、うん、あの見ていて思ってて、運動会あるところもあるし、うん、世の中の5年生の秋は忙しいなって思ってます、うん、特に子どもたちはそれをね楽しみにしてるっていうことが多いと思いますし、うんうん、やっぱコロナでなかった分やっぱ全力で楽しんでもらいたいなって親として思ってます、うんうん、確かにそうですね、はい、文化祭なとか行ったけどめっちゃみんな楽しそうっていうか、うん、あのぶっちゃけなんか内輪で盛り上がってる感がどこも あってでもそれをよく分析したら、うん、まあ、コロナでなかったからなんかその文化祭自体こんなになんか盛り上がれるのって初めての子が生徒さんが多くて、それは内輪でキャッキャキャッキャやりたくなるよねって、お客様を迎えるとかそういうものよりもやっぱそのクラスのみんなでキャッキャキャッキャやる方がなっちゃうよねっていう面が場面を何個も見たんですけど、まあそれはしょうがないっていうか、それが当たり前かなっていうふうに感じました、うん、文化祭は結構行かれたんですか？文化祭はこの秋は3個ぐらいしか行ってないですね、うんうん、私と娘は2個一緒に行って、あと父と娘で1個行って、うん、行ったか。あ、で、これくらい行くところも1個あります、うんうん。はい。4つぐらいで行こうと思ってます、うん。本当はもっと行きたいんですけど、全部レベルが高めなところで私が行きたいと思ってるのは、なんかその時間の無駄だったり、それで行って体調崩したりしたらどうしようみたいな。働いちゃって、来年でも最悪私一人でも感じられればいいやと思って、うん、今年はそんな いかなかったかな、うん、さっきのピアノの話からの関連で言うと、お子様のそのレベルの高いってお話ありましたけど、もしお子様がそれでいいな、この学校に行きたいなと思ったら、うん、いや、あなたにはまだこのピアノ弾けないよって先生から言われたように、いやでも私頑張るって言って勉強を頑張るなんていうことも、うん、あったりするかもしれないなんて僕は感じてしまうんですけど、そうですね、うん、もうでもだいぶ終わっちゃいましたよね、うん、もう一回調べてみます、うん、文化祭とかこう行かれて、まあまだ5年生ではあるんですけど、はい、まあ、例えばそのお米さんの中でとか娘さんの中で、まあ、これまでいろんな学校を見てきた中でやっぱこの学校いいなってなんとなくは絞れてきたっていう感じですか？そうですね、なんとなくは見てきた中で絞ったから、今回3校とか4校で文化祭は、うん、あの絞られていくっていう感じで、もうここは自分たちの居場所じゃないねみたいなのを感じたところだったり、ちょっと違うなって思ったところには文化祭行ってないです。うん、例えばその娘さんが思ってるいいなって思ってる学校とお米さんが思ってる学校だと、はい、さっきの話で言うとちょっとこうレベル感が違ったりするんですかね？私がいいなって思ってるところは、多分娘存在すら多分知らなくて、うん、多分娘に合ってるそういういろんな、なんか情報から見てレベル高いけど娘に合ってそうだなって思ってるところは、でもちょっと遠いからどうしようって、うん、1時間以上かかるからどうしようって思ってるところなので、うん、多分娘は存在とかも全く知らない感じですね。なんかそこはあえて教えてないっていう感じなんですか？そうね、あえて教えてないのと、あと、まあ、主人が遠いのは、あの、津がなんかかわいそうだとか、うん、そんな偏差値高く行くわけないみたいなことを言って行くのに、時間がその、ま、時間の無駄だったら、うん、家で、ね、勉強させたりゆっくりさせた方がいいみたいな感じに言って行くのをちょっと控えるっていうか、読めました。うん、なるほどね。まあそこに対するね、こう捉え方考え方はそれぞれご家庭によっていろいろあるかと思うんですけど、お米さんとしては、はい、なんとなくこう、じゃあそうだよねとはなれない、何かこう気持ち的にはやっぱりあるんですかね？そうですね、だから一人こっそりいつかね、そういうね、なんかところに説明、平日の説明会とか一人でこっそり行ける機会があったらいいなって思ってます。なんかそのあたりっていうのは、まあ今後のねお話になってくるのかもしれないですけど、うん、まあ、なかなかその難しいところもありますね。そのお子さんにその伝えないまま行くのか、うん、まあ、あえてそのお米さんとしては今のは伏せている状況、
うん、うん、なんかこういうところはご家族の中でって考えるとやっぱり親子の中学受験なんだななんていうふうに思いますけども、うん、うん、はい。でも JG は存在とか知ってて2月の勝者で、うんうん、であの近所に通ってるお子さんがいて、そのお母さんとも私話せる機会があって、うん、で文化祭抽選で申し込んで外れちゃって行けなくて、うん、外れちゃったけど入り口まで雰囲気見に行くって言ってみたんですよ、うん、そしたらいいって言われちゃって、なんか入れないならいいとか言われて、あそうだよねみたいな感じで、でも JG は本当に極みなんで本当雰囲気だけ見れればいいかなと思って、うん、あのもうすでに合ってるとは思ってるんですけど、多分そこまでは本当になかなか本当厳しいと思うので、うん、雰囲気だけ、ね、見に行っていければなと思ってたんですけど、やっぱ抽選は厳しいですね、まだまだ。学校に、ね、中入れないんだったら行かないっていうのは確かに、でもお子さんとしてもそうそうですよね。そう、うん、はい。なんかこうコンサートのチケット取れなかったけど、うん、ちょっと音でも聞きたいみたいな、うん、現地行くね、熱狂的なぐらいじゃないと、はい、なかなかね、はい、まあでもそのあたりね、今日序盤のお話で聞いた中で言うと、お子様は何かこう、これなんだっていうのがあった時に、すごくこう気持ちがね、うん、行動に現れて、学習面に向いていくのかななんていうふうに考えると、うん、なんか親としてはそのね、戦略的っていうわけじゃないですけど、なんかそういうことを娘さんにタイミングとして、なんかこう、きっかけをね、与えられたらいいなぁなんていうふうに。まあ、目標みたいなのがやっぱりお子様にとっては大事なのかななんていうふうに思います？お米さんは。はい。思います。やっぱ、本人が娘が楽し、行きたいって思って、そこで楽しむ姿を、なんかイメージできる学校に入ってもらいたいって思いますし、うん、娘なりになんかやっぱ、具体的には聞いてないんですけど、なんかここは違うって思うところもあると思ってるので、うん、でもまだ主人は、こんな今学校が楽しい楽しいって言って通ってるんだから、どこ行ったってうちの娘は楽しめるんじゃないみたいなことは言っていて、まあ、確かにそうかもしれないなって、どこ、うん、それがうちの娘のなんか良さ、うん、なんかどこ行っても楽しんじゃうみたいな。うん、もうなんか感じる面があって、なんかよく入ったけど落ちこぼれになったらどうしようとか、うん、まあ、それは心配しますけど、なんかまあそれもあるけど、やっぱ楽しんじゃううちの娘の姿の方がイメージできるので、うん、なんかそれを考えるともうどこでもいいみたいにもなってきちゃうんですけど、まあその中からまあ親の希望とね、本人の希望で、うん、合致するところがあればいいかなって思ってます。うん、確かにこうどこでも楽しめるっていう子いますもんね。うん、すぐそこで馴染めて、うん、お子様の強みですよね。うん、娘も塾転塾した当初は全然友達とか作る気もなくて、勉強と受験に友達はいらないみたいなことを言ってたんですけど、やっぱ夏期講習で友達できたらやっぱより塾に足が向かうようになるっていうか、うん、ね、それはまあ本人に矛盾してることは気づいてないかもしれないですけど、やっぱあのよりそう友達とか話す人がいればより楽しい場所になるっていうのはもう実体験としてはしてるので、うん、そういう学校を探したいですね。うん、まあ、あの、お米さん自身も中学受験をされてるっていう中で、今日お話ね、いろんなことありましたけど、ご自身がこう中学受験される時っていうのは、こう、やっぱりどういうところが学習へのモチベーションとか、これは嫌だなとかって、やっぱなんかありました？モチベーション？やっぱ親の期待に応えなきゃみたいなのがやっぱ一番だったかな。ああ、なるほどね。で、しかもこの、受験する学校に行ったのが試験の日が初めてだった気がするんですよね。そうなんだ。なんかそれは何だろう、なんで時代的なものですか？時代的なものですかね。私もそこまで知らないんですけど、初めて行ったのが試験の日みたいな、うん、ほんと偏差値表で
共学で通えるところでみたいな、うん、親が選んだみたいな感じで受けさせられたのかもしれないですね。ちょっと親ももうちょっと亡くなってるんで、うん、聞けないんですけど、確かにその初めて行ったかな、文化祭とか、うん、説明会に親と行った記憶が一切ないんですよ、うん、で親だけ行ってたのかもしれないですけど、うん、全然その記憶がなくて、当日初めてその学校を見るみたいな感じでしたかね。じゃあもう勉強してる間はあの学校がいいなとか、こういうとこ行きたいなみたいな、そういうイメージはご自身の中にはなかった。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 なるほどね。はい、まあ、それがあるとやっぱだいぶ違うかもしれないですね。まあその当時の何、ね、何十年か前の中学受験って、ね、今よりもその受験する子供たちもかなり少なかったでしょうし、まあどういうのがスタンダードだったかっていうのもいまいち私も分かってはいないんですけど、インターネットなかった。うん。あ、そうだよね。インターネットはなかった時代ですもんね。情報が全然やっぱ、あの分厚い本みたいなのだけだった、うん、そうパンフレットが紙媒体、ね、うん、ものが多かったなって思います。確かにそうだな。確かにそうですね。今みたいなね、便利にこう、うん、スマホさえあれば何でもある程度情報を仕入れられたりね、うん、日程もこうだなとか、実際通ってる人の声が聞こえてきたりだとかっていうことないですもんね、うんうん、はい、そう考えると昔の受験って難しいですね。そうですよね、うん、なんで自分はこういうことをしてるんだろうかっていうふうに思っても別に不思議ではなかった時代なのかななんて思うと、うん、でも私一個思い出したのは、当時その行く公立、行った公立中学がめちゃくちゃ荒れてて、うん、有名だったんですよ巷では、うん、ただそこに行きたくないっていう、うん、なんか怖い、先輩が怖いのが、うん、いやだから中学受験したいって自分から言ったんですよ、うん、で結局ダメだって、まあその公立中学校の悪のピークもちょうど超えたみたいで、噂の時とこう入ったら、まあ怖い先輩もいましたけど、でも、まあ、私もそこで楽しんじゃった人なのでその私も公立中学が一番楽しかったんですよ、振り返ると。だからまあ、そのでも当時の中学受験に向かうバイタリティとしては、その不良のいる公立中学校に行きたくないっていう、うん、そっちでしたかね、うん、まあ、そのことで言うと、やっぱりこうどこの環境でも楽しめるっていうのは親子で似たようなところがあって、うん、あ、そうかもしれないですね娘さんもやっぱ最終的にはどの学校に行ったとしても楽しい時間を過ごすことができるだろうななんていうのは、うん、まあ、一つ安心材料ですね、うん、あ、そう、だから公立になったとしても全然、うんうん、あの地域のお友達も、ね、よりいるだろうし、うん、全然構わないっていうか、うん、あのその中で楽しんでもらえたらいいと思います、うん、まあ、自由を求めているので、なんとなく自由そうとか、あとなんか部活を私と父はちゃんとやってもらいたいな、勉強以外にも部活とか、今だったらピアノみたいに、うん、部活もピアノじゃなくても全然何でもいいんですけど、部活動をやってもらいたいなって思ってるので、うん、部活が活発なところとか、うん、あとまあ自由の中にも規律があってちゃんと勉強してる子がたくさんいるとか、うん、なんかそういうことを私は言ってるから感じてるかもしれないですね、うんうん、確かに部活とかね、盛んなところが合いそうですね、うんうん、でも今公立中学ってやっぱ先生激務だから、なんか部活が大変で、やっぱ、うん、外注しようとか今国も動いてると思うんですけど、行く予定の中学はやっぱある1個の部活しか強くないみたいな、運動部でも1個の部活しか強くなくて、それ以外はなんか成り立たないチームプレーのなんか入る子もいない、小規模な中学校なんですけど、やっぱ成り立たないからチームとして、うん、そのね、個人でやるスポーツだけがすごいなんか強いみたいな感じなので、部活はいろんな選択肢がある、なんか どれも活発っていうか、どれもそれなりにちゃんとやってる部活に入ってもらいたいなとか、うん、そういうのは思ってるし、娘も
なんか何を選ぶかまだ分かんないんですけど、部活に入って楽しんでもらいたいとは思ってます。うん、確かにそこで見ると学校によって部活の、まあ、実際私立でも制限みたいなのがあるところもあるし、うん、本当に活発にっていうところもあるので、うんうん、まあ、そういったところの調査っていうのは、まあ、してみるといいかもしれないですね。あ、はい、うん、でここの学校はこの部活が全国大会行ってるみたいだよっていうのは、うん、娘には行くときに言うようにしていって、うん、なんか全国大会ってやっぱなかなか経験として得られないと思うので、うん、なんかまあ補欠とかね、サブメンバーでもいいから雰囲気ね味わうとか、うん、そういうのをやってもらうといい。サブとその正規メンバーの争いみたいなのも、うん、まあ、勉強じゃないところでのね、自分の頑張りみたいなのも出せると思うので、うん、なんかそういう経験もなんかしてもらいたいなって思ってます、うん、確かに娘さんにはそういう環境をすごくよりこうモチベーションに感じそうですもんね。うん、うん、そう、勉強以外にも何かあるところがいいなって思ってます。まあまだね、受験は1年以上先になりますので、まあ、時間をかけてじっくり、うん、まあ、最終的にいざね、じゃあこう絞っていく、うん、本当にこうっていう風に6年生になる時って結構なんか決め手がないと本当にそれでいいのかななんていう風に思ってしまう方も結構いるので、なんかもうそういうイメージがあるっていうのは決めていきやすいかもしれないですね。はい、うん、あと今だからいいところばっかり見てる気がするから、なんかあえてデメリットを探そうと思って、ここの学校は図書館が小さめだとか、うん、なんか施設が汚いとか、なんかやっぱ入ってこうだったみたいなのを減らしていった方がいいのかなと思って、でもそれは分かった上で入ってるっていうのを前提としたいから、うん、なんかぶっちゃけあんま良くない、もっとこうした方がいいと思うのになって思う点も見つけるように親としては勝手にしてます、うん、確かにもしマイナスになる面があるとしたらこういうところかなっていうところも知っておくっていうのはね、はい、もし知れるんだったら、はい、うん、それを含めてこの学校やっぱり好きだなっていうところがね、うん、やっぱり理想って考えると、はい、まあ、実際どの学校にもね、多少ね大なり小なりあるでしょうしね。あ、逆にそんな人間も完璧な人間いないし、そんなね、あの完璧な学校はないって思ってるので、うん、いろいろな面で、ね、俯瞰して見れる方がいいのかなって思って見てます、うんうん、そうですよね、まあ、そういうところも時間があるので、はい、まあ、お米さんなりの視点でね、うん、いろいろちょっと調査をしていただいて、はい、はい、でも独特だと思うんですけど、あのその視線結構個性的だと思うんですけど、うん、あのそう見るのを楽しんで行ってます今、うん。お米ポイントみたいなのあるんですか？あ、部活と、あと娘、あの本を読むの大好きで、あの入っちゃうと声、名前呼んでもずっと読んじゃうタイプなので、できたら図書館がなんかちゃんと存在してて、うん、なんか新しい本も入ったりして、なんか図書の先生も常にいてみたいな、なんか居場所の一つとして、娘の学校内の居場所の一つとしてできるような図書館があってとか、そういうのを見てます、うん、確かに図書館って買うのと借りるので、うん、読む本って結構違ったりしますもんね、うん、買うとなればどうしても好きな本とか好きな分野とかに行きがちになってしまうんですけど、うん、借りるんであれば、はい、読んでみようかっていうふうに簡単に手に取れるので、はい、なんかこう普段読まないものとか本当にこう手に取ってしまう、そこから広がるってことあると思うので、うん、今も娘も図書館行く時間がだいぶないので、うん、私が勝手に週1ぐらいで行って、うん、なんかドサッと借りてきて、もうリビングにドサッて、うん、あのもう置いて、好きな時になんか好きそうなの借りてきたよって言って、うん、置いて好きな時に読めるようにはな環境にはしてます。なんか読書をもうやめちゃうとやっぱ一気にプツって、私も実際経験が読書好きだったのに、なんかいつの間にか読まされてる感が否めなくなって嫌になっちゃって、今もやっぱなかなか読書に立ち向かう気持ちになるのが
難しい時があるんですけど、なんかそういうなんか常にずっとそれをピアノ語なんてゆるく読書習慣みたいなのを持てたらいいなと思って、まあ勝手に私がいいなと思ったり娘が好きそうって思った本を勝手に図書館から借りてきて置いてはあります。うん、お米ポイントで蔵書の数だったり部活はいろいろありましたけど、はい、まあそういったところが実際どうだったのかっていうね、調査が終わればちょっとまた聞いてみたいと思いますんで。うん、はい。あとですね、弊社の業務用コピー機を今ね、お米さんの家でも使っていただいてるんですが、どうですか、業務用コピー機をご自宅に置いていただいて、今、直近学習ですとか。娘が自分で、なんか理科とかコピーしてたかな。まあ漢字とかは勝手にコピーしてるので、正直私全然、コピーしてなくて、でもなんかこの間誰さんだっけ、インタビューされてる方がなんかちっちゃくなるみたいな、1ページに2ページ分のやつできるっていうのを聞いて、それやってみようって思って、あ、組み分けてその前の行く時になんかバスが混んでてテキストなんて開いてらんないとかってボソって言ったんですよ、うん、あ、じゃあコピーしてあげるからっつって、そのなんか理科のなんかどこがいいっつってここって言って、それをなんか縮小コピーじゃないなんとかコピーでコピーして持たせたら、これいいねって言ってたので、確かにバスとかなんか移動中って本をね移動中出すよりは紙1枚2枚持っていければ絶対その時間にね見るだけでもね習慣になればだいぶ変わってくるかなっていうふうには思うんで、うん、あとすぐできるから、家にあるからすぐ、うん、じゃあこれパパって塾の前にパパってコピーして、パパって持たせていけるっていうのをすごいメリットを感じました。うん、なんかこれまでにね、こういろんなお客様とお話してきた中で、まあ弊社のコピー、そういうような使い方をし始めましたっていう方結構いらっしゃるんですよ。その持ち歩き用だとか、今までそういうことしなかったけど、そういうのもじゃあせっかくだから使えるしやってみようっていう方、にお話を聞くと、だいたいその家庭用のコピーだと、なんかこうインクもったいないなって言ってやってなかったっていう方がやっぱ多いみたいなんですよね。まあもう全然コピーできるよっていう環境があれば、それでね、学習習慣だいぶ変わるかなっていうふうに思うと、まあ、ぜひね、使っていただきたいしですし、それを続けていただくとお子様にもね、でもお子さん自分でコピーするってやっぱ女の子結構その話聞きますけど、うん、勝手にテキスト持ってきて勝手にビビって、で分からない時はこれとちょっと分かんないって聞いてきてやってるっていう感じですね、うんうん、なんかもうじゃあ、うん、全然反抗期は乗り越えてますね乗り越えてますかいや前回の話の反抗期だと多分そういう話出てこなかっただろうなと思うんで、あ、そうね、漢字とか怒ってましたしね、書けなくても大人に、うんなれるって言ってましたしね、うんうん、そう、漢字この間テストでは100点取って、うん、それはもう上のクラスも下のクラスでも一人だけだったっ、うん、でそれも喜んで帰ってきて、それは本当に文系で国語と社会が得意っていうか、あの点数稼いで、算数と理科はもう最低、うん、上のクラスではもう最下位、もう最下位、下のクラスの子と同じぐらいで、まあ普通にいるで、そうで、国語と社会で稼いでるっていうタイプなので、でもなんか算数は、父と同じ問題を3回やれるようにしていこうみたいなのを言ってるので、その3回には私はちょっと加わってないですけど、父と娘で多分3回分コピーしてると思うので、算数を、その、得意にはできないかもしれないけど、うん、苦手をなくすっていうか、うん、なんかケアレスミス、やっぱ計算がやっぱね、やっぱ四角1の括弧2から間違えちゃうようなところもあるので、うん、計算力をつけていきたいなって思ってます、うん、まあ、それであればね、さっき出たように3回やるんであればね、コピーしておくっていうのは、うん、やっぱ、うん、学習としては進めやすいと思うので、まあ、これからもコピー機ね、うん、はい、弊社のコピー機をバンバン活用していただけたらと思いますので、はい、うん、
最後、はい、何かお米さんから何か一つお話テーマがあればそれで終わりたいなと思うんですが、何かありますか？この3ヶ月本当今までで一番放っておいたんですよ、受験するって決めてから、うん、でもまあなんとかやってるから、し一応上のクラスに上がれたし、でまあ次は多分タームが早くて1ヶ月以内後とかにあるので、まあ、そこが勝負かなっていうか、そこも今まで通り放っておいてもっていうか見守るスタンスでいって、うん、どう出てくるか、うん、それが結構次の組み分けテストが結構鍵かなっていうか、これからどう私とか父が付き合っていけばいいかっていうのを次のテストで見極める、うん、ようかなと。今回はたまたま上がれたけど、次でまた下がったらやっぱなんか協力していかなきゃいけない部分はあるだろうし、それもなんかむしろ成績上がっちゃったならこのままの方がいいのかもしれないみたいなのは見えてくるかなとは思ってて、でも絶対どこかで親の助けって言ったね、なんか協力は必要なものだとは思うので、そういうのをこれから見極めていこうかなって思います。上がったけども次このまま維持できるんだろうか、うん、より上に行けるんだろうかみたいなね、うんうん、まあお子さんの話聞いてるとその意識はもう持ってそうな気がするんですが、この間保護者会があってそれはちゃんと行ったんですけど、あのずっと結構上のクラスと下のクラスの差が激しいって先生は言っていて、やっぱ下のクラスの方が宿題しない子が何人もいたり、うん、寝てる子もいるって言ってたので、うん、娘はそこに3ヶ月いて多分上のクラスとは違うなって思ったので、多分上のクラスにまたずっといたいって思う気持ちで頑張れるとは思うんですよね、うん、あと初めての模試の案内が塾から初めて来たのかな、四谷大塚の志望校判定テスト、うん、なんか9月にあるって来て、うん、最初は受ける気でいたんですけど、そのフラフラするって言ってる時に案内が来たから、うん、このフラフラが治らなかったら模試どころじゃないなって思って、で回避受けなかったんですけど、今度それが1月にあるから、うん、1月は受けようかな、受ける絶対受けようかなと思ってるし、うん、あと11月3日に全国統一小学生模試、うんうんうん、それもあるから、今度はそれ結果返ってきたらちゃんと読み込もうって前結果だけ来てもなんか言っちゃうし、あれあのもうどっか捨ててはないんですけど、しまい込んじゃったので、うんうん、今回はその結果をちゃんと見てなんか娘と話せたらいいなって思ってます、うんうん、もしはね、あのこれからどんどん増えてくると思いますし、うん、うん、はい、まあ特にその四谷系あの塾って考えると、まず四谷のテストなんかも受けてみればね、うん、立ち位置も分かると思いますし、まあ娘さんの場合なんかそれによってねモチベーションが上がっていくのかななんていう強さが感じるので、うん、まあどんな結果だったとしてもなんかもうやだやめたみたいな風に言わないんじゃないのかなっていう気がするので、これはなさそうですね、もうやめるとは言わないかなとは、うん、勝手な想像ですけど、自分から辞めるとかは言わなさそうだなとは思ってます、うん、まあ、もしなんかは結構ね、はい、やっぱそれがタイミングになってっていう子もいると思いますし、うん、まあ、まずは次の組み分けでも上のクラスに維持したいんだっていうところがねまず中心だと思いますけど、まあ、うまく見守りながらとはいえいつでもサポート入れるようにっていうね、いつでも支えるよっていうスタンスで見守ってるっていうことが多分お米さんの私はそんなに何もしてないですっていうことなのかなと思うので、なんかそこはやっぱね、はい、ご自身も経験してるし、うん、お子様の中学受験っていうものをうまく向き合えてるっていうね、はい、あの お米さんなんだななんていうふうに今日は一番感じたところなんですけど、まあ、次回は1月ぐらいの予定です、お話を、はい、なもしかしたらさっきおっしゃってた四ツ谷の模試とか、はい、うん、がちょうど受ける頃か結果が出てるかわからないんですけども、うんうん、はい、まあもう2024年になってる予定なのでその時には、うん、はい、あっという間にね2023年、早いですよね、もう6、新6って2023年
になっちゃいますね。そうですね。だからもう新6年生になる、ね、直前っていう感じで、はい。次回にの時にはもう受験までいよいよ1年。うん。はい。まあ、そして、こう、娘さんの場合だとね、3ヶ月でまたいろいろ、次どんな変化が現れてるかっていうところも楽しみにしたいなって思いますんで。はい。はい、うん。もしかしたらピアノがなくなってなんか、廃人みたいな、燃え尽き症候群になってるかもしれないし。12月でね、ピアノがっていう話だったので、まあ、その話もね、はい、少し聞ければと思いますし、はい、また3ヶ月後のお話楽しみにしておきますので、また次回もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はありがとうございました。